伊豆大島で今月30日に始まる恒例の椿祭りを PR しようと、ミス大島たちが石原知事を訪れました。都庁の石原知事を訪問したのは、大島町の藤井町長や島の衣装をまとったミス大島、ミス椿の女王たちです。55回目を迎える伝統行事ですが、今年はさらに島の魅力を味わってもらおうと、椿の展示などを三原山で行うことにしました。島の情緒あふれる女性に椿の花束や苗木を贈られた知事は思わずにっこり。緊縮財政下での新年度予算編成に頭を痛める知事ですが、一息ついてここでは上機嫌。趣味のダイビングの話や大島での思い出話に花を咲かせました。椿の花が満開ですので、ぜひ皆様いらしてください。心よりお待ちしております。椿祭りは3月28日まで続きます。